貧しい家族が彼らの下に懇願しながらテーブルの上でごちそう裕福な財閥を示す。政治漫画1884年10月。金権政治とは金の力を持って政治権力を掌握すること。一般的には政治家が多額の金銭を駆使することありきで政治権力を掌握、行使することを意味する。金権政治が極限まで行くと 金銭獲得のために利権を前提とした賄賂、選挙において巨額資金の投入による選挙広告だけでなく有権者の票や議会の採決における議席を金勘定で買収、さらには政策そのものまで利益団体からの金銭自受によって左右するなど理念のない政治が行われ、政治家が利私欲に走り、非当地者が損害をこむってしまう。 金権政治家のレッテルには金銭の出所や資産蓄財などへの批判をも含めている。そのため、自らが資産家でその資産を政治資金として派閥運営に当てた藤山愛一郎や川本敏夫のようなケースを普通は金権政治家とは呼ばない。金銭を駆使することありきで当選を目指すことを金権選挙と呼ぶ。米国では2008年の大統領選挙において、 バラクオバマ陣営は7億7000万ドルを集め、2012年の大統領選挙ではその金額を上回った。2010年1月に米国連邦最高裁判所が出した判決によれば、企業の政治献金を規制する当時の連邦法は、合衆国憲法の定める表現の自由に反するものだった。この判例の結果、選挙資金を寄付する行為自体は、 言論の自由と両立するものだとされた。それ以後の米国では政治行動委員会を組織すれば労働組合や企業からの大規模な献金を受けることが合法化された。日本では1974年の参院選で田中角栄首相は企業から集めた数百億円でヘリコプターをチャーターして栃木県を除く46都道府県に訪れて 演説等の選挙活動を行う一方で、タレント候補を企業と組み合わせて、立候補させるなど、多額の金銭を駆使して周表する選挙戦を行い、結果として買収などで、大量の選挙違反対捕者を出したため、金券選挙と批判された。この選挙では、全国区に立候補をした、糸山栄太郎の陣営から142人の、 逮捕者や1287人の選挙違反検挙者を出すなど当時としては最大規模の選挙違反事件に発展した。また参議院議員通常選挙の全国区制については全国各地を遊説する上に加えてポスターやビラに多額の選挙資金が必要となったため全国区ならぬゼニ国区と呼ばれた。また8億円で当選し7億円で落ちると言われていたことから 八等七、落ちと,とも呼ばれた。池上明、池上明のニュースから未来が見える、文春新書献金する側は、明白に見返りを求めている。ありがとうございます。